はい、皆さんこんにちは、サボです。今日はですね、結構激しめのテーマかと思うんですけど、アメリカ人と結婚する前に知ってほしいアメリカの現実、現状についてお話ししたいと思います。話に入る前に、サムネイルにこのお金マークがついているのは、だいたい私がお金の話とかアメリカの投資とか保険の話をするときです。結構そのお金のこと知りたいって言ってくれる方が多いので、分かりやすいように設定を分けようかなと思います。あと再生リストも作ってますので、概要欄にリンクを貼っておきます。再生欄からお金の動画は一覧で見ることができるので、どうぞ活用してください。はい、皆さんは、2019年のアメリカの離婚原因ナンバー3を知っていますか？ね、そんなのね、調べたくないよね。でも、もしアメリカ人と結婚するご予定があるのであれば、ちょっと知っておいてほしいなと思って発表していこうと思います。ナンバー3が不倫です。はい、男性の不倫、女性の不倫、両方とも多分原因はあると思うんですけれど、不倫。ナンバー2、これ寂しいよね。気持ちが冷めた気持ちが冷めたから離婚。すごいあっさりしてますね、アメリカの人って。なんか日本だと仮面夫婦じゃないけど、気持ちがちょっと冷めてもずっと結婚を維持してますけど、気持ちが冷めたら離婚するみたいです。で、堂々の2019年の離婚原因ナンバー1はなんとお金です。お金。日本だと性格の不一致が一番多いみたいなんですけど、アメリカではお金です。私もお金が原因で離婚したカップルの話とか、喧嘩してるカップルの話はよく聞きますので、やっぱりね、すごい大きな問題です。なんかね、この、離婚原因1位がお金っていう原因はちょっとわからなくもないんですね。っていうのは、日本とアメリカのお金の価値観が違うなって感じます。お金への価値観とか、お金の使い方とか、夫婦間のお金の扱い方っていうのが日本とは全く違います。なので、日本の感覚でお嫁に来ると、ってなることもあるので、これはアメリカにお嫁に行く前に知っておいた方がいいかなと思います。で、私が感じたちょっとびっくりしたことをお話ししようと思います。日本って結構専業主婦になりたいっていう人いると思うんですよ。で、男性が働いてお家にお金入れてくれて、で、奥様が管理するっていう、そういった頭の人も結構多いと思うんですけど、アメリカは共働きが普通です。本当にお金持ちじゃない限り、結構皆さん夫婦2人とも働いてる家庭が多いですよね。なんでね、結婚後のね、そういった恋人がね、相手に求める生活のスタイルとか仕事のスタイルっていうのを事前に確認した方がいいと思います。女性でもすごく活躍できる場があるのがアメリカですから、どんどん挑戦してみてください。あと、これも結構アメリカ来てびっくりしたことなんですけど、銀行口座がジョイント口座って言って、旦那さんと奥さんと口座を一つ共有するんです。で、その口座に2人の給料を振り込んで、生活費とか家のものは2人で支払う、折半するっていう考え方が主流です。まあもちろんね、全員が全員そういう考えではないですけど、そうしている家庭が多いと思います。でね、借金に関してもちょっと考え方が違って、2人の借金っていう扱いになるんですね。もし片方が借金しても2人で返すっていう価値観が強いので、もうそれで揉めて離婚するケースがすごく多いです。あと、奥さん、旦那さんの片方がすっごく買い物をする依存症だったりすると、もうカード破産で自己破産する夫婦もいらっしゃいます。できるだけね、依存症がないかどうかも結婚前にサクッと調べてみてください。まあ、ちょっとやっぱり聞きにくい内容とは思うんですけど、そういうのもちゃんと話せる相手かどうか結婚の前に見極めてみてください。なんでこんなにシビアなんだろうって思うと思うんです。それはアメリカ経済っていうのは
そういう借金を作ってしまうような状況なんですね。日本って投資とかそういうお金を増やす知識はなくても、自分が入ってきたお金に関してどういうふうに管理するかっていう知識があるんですけど、アメリカ人はちょっとその点に関しては知識があまりないように感じています。それでアメリカの現状っていうのも一緒にお伝えします。きっとこれを知っていると、ああなるほどって動揺せずにいられると思いますのでね。はい。